はい、ほら始まりました、モッチーちゃんです。今回はですね、またですね、2回目の登場ですね、はい、ビジョンくんにですね、お越しくんっていうのもなんか変な感じですけど、お越しいただきました。まあ経歴がものすごいんでね、ちょっとね、すごすぎるので、はい、どっからどう話していいかも分かんないぐらいなんですけど、まあ、ね、トイック企画やってますのでですね、はい、トイック800点を目指すということで頑張ってやっております、ね、はい、まずは、はい、そうですよね、芸能活動が中学生ぐらいでしたっけ？中学2年の夏、秋夏ぐらいですね。それからですね、まあまあまあ、イケメンですからね。いやもうとんでもない。もう昔はもっとかっこよかったって。あ、そんなことじゃない。昔はもっとかっこよかったんですね。それで、やってて、普通に大学、あ、でもなんか野球もやってたんでしょ？野球、そうですね。野球部、中学3年間はしっかり野球やってて。ね、野球やってたんですね。うん、で、高校は？高校はその芸能活動が、あ、芸能活動はがっつり中心だったわけですね。はい、で、そのあ、と大学受験、大学受験するんですけど、まあなかなか大変なもので、はい、並行並立両立、ああなるほど、芸能活動と勉強を両方やるっていうのがすごいちょっと難度の高い、ああそれ大変ですね。で結局あんまりいい結果にはならず、で浪人するんです。そうなんですね、浪人するにあたってもうちょっといろいろあって、その、そうですね、大学やっぱ最初どこにも受からず、はいはい、もうげんなりしてしまって、はいはいはい、もうちょっと半年ぐらいやる気、高校3年の3月、はい、卒業してからやる気にならず、はいはい、もうちょっと家で半分フリーターみたいな形で、はいはい、ずっとファイナルファンタジーやってました。ファイナルファンタジーやってファイナルファンタジー10をずっとやってました。10 でそれで予備校行って、そうですね、その後はまあちゃんと予備校行こうってなって なんとかの有名な、我々のお世話になっている、はい、西教授に出会うという。西教授もめっちゃ呼び捨てたけど、先生。はい、これ、はい、そうですね。で、はい、まあまあまあ、その自分たち、そうですね、はい、ここもそうです、西さんを通して出会ったんで、お世話になってます。お世話になってます。はい、でそこで、大学決めたんですね。そうですね、西さんからアドバイスも受けたって言ってました。西さんから、そうですね、まあ、全然英語ができないと。お前はもう多分このままじゃまずいと、はいはい、英語できないとやっぱり大学受験はなかなか大変なものなので、そうですね、で数学はそこそこできたんで、はいはいはい、数学できるからそのまま伸ばして理系行ってしまえということというナイスアドバイス、ナイスアドバイスで、お世話になってちゃんと大学にも受かって、はい、そう、東京理科、あ、無事素晴らしいじゃないですか、理科大で行って、はい、はい、ですからね、そうなんですよね、そこで、でホストに行くわけですもんね、そこから、ね、そうなんですね、そっからすごい どうしてっていう、ここはちょっとそうですね、まあショートカットで、はい、わかりました、長かったらカットしてもらって大丈夫なんで、はいはい、あの大学2年まではすごい研究してたりとか、大学でも超勉強してたんですけど、ちょっと大学院どうせ行くならアメリカ行こうっていう、お、そうだったんですね、それを西先生にも宣言して行こうと思ってたんですけど、はいはいはい、なんとその夢がちょっと破れまして、はいはい、レコメンデーションかける状況にないっていう、ああ、なるほど、推薦状が、そうですね、はい、推薦状で、そうですね、ちょっとかけないって言われてしまって、はいはい、ああもうこれじゃあ大学に行っても意味がないって感じで、僕はですね、なんとそこでじゃあ日本で頑張るかとならずに、はい、だったら人のできない歌舞伎町に行こうっていうことで、どういうことそうなんですね、まさかの夜の世界に行ってしまうという、はい、方向転換を、甚だしい方向転換を、なんでそんな決断なんでですかね、まあ、ちょっとなんか尖ってたかったんですよね、あ、尖ってたから、ツンって出てたから、あ、なるほど、で理科大生で歌舞伎町すごい経歴、取るのが本当に大変でした、だから、あ、そっか、でもストレートで一応出てる、ね、そうなんで、一応ちゃんとストレートで留年しないで、留年もせず、もうそうですね、ストレートでってちょっと出てきて、夜はだって働いてるんですね、朝まで、夜もそうですね、働いてもうベロベロになって大学に行って友達にノート見せてもらって一回レポートがって言って焦って書いてまた飲みに行くと、わあすごい、毎日そういう生活を送って、ね、だってもう看板、ね、に出るぐらいまで行ったんですもんね、そうですね、看板、まあ雑誌結構いろいろ出たんですけども、そうなんだね、まあでも本当にもうベロベロの中大学にも行きつつすむちゃくちゃな経歴、経歴めちゃくちゃですね、すごいすごい、え、でも のし上がっていくの大変でした、のし上がっていくの大変でした、もう最初はずっともう掃除買い出し、あ、掃除買い出し、先輩のお手伝いみたいな、ヘルプって言ってもうお金にはならないんですけど飲まなきゃいけないみたいな、へえ、そうなんですね、みんなそうなんですけどね、最初はそうなんです、でどうやって上がっていくんですか、だん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 こう自分のお客さんがついてって指名をしてもらわないと自分のお金にならない、給料にならないんです、あ、そうなんですね、そうなんです、もう歩合制なんで、あ、完全に出来高主義なんで、完全に歩合なんですね、すごい、自分を指名してもらって自分のためにお酒を入れてもらってっていうのがないと、まあ、なかなか
売上につながる直結しない、はいはい、でどんだけ先輩の席でヘルプでお手伝いして飲んでても1円もお金にならないんですよ。へえ、そうなんですね。悲しい、悲しい。はあ、それでやってて、でまあ人気が出てって、そうですね、お店のもう相当な順位までいったんですか。いや、まあそうですね、何度かですけど、もう一度だけナンバーワンになったりも。お、何度かですけど一度だけナンバーワン。歌舞伎町でナンバーワンって言えるのは、はい、もう常に長いことナンバーワン、まあ歌舞伎町だけじゃなくても千葉でもそうなんで、どこでもそうだと思うんですけど、もう長いことナンバーワンでいる人を真のナンバーワン。ああ、なるほど。で一度なったぐらいだったらそれはなかなか言えないわけですね。言えないですね。そうです。一応まあ嘘ではないってことにはなれるんですけども、一応あの歌舞伎町の中では取ったわけですね。そうですね。すごいじゃないですか。めちゃめちゃすごい。大変な難儀でしたね。難儀だったんですね。蹴落とし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 蹴落とされあ、そうなんですね。やっぱ戦いはあるわけです。もうバン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 、やっぱ恨まれたり結局するわけです。そしたら、まあ、なかなか中にはいるかもしれない。俺ちょっとうまいことやってたのはあるかもしれない。そうなんですね、はい、結構こう仲良さげにやってたわけですね。そうですね、切磋琢磨して。へえ、ちょっと予備校業界と似てるところあるかなと思いましたけど、ちょっと分かんないですね。分かんない。まあまあ、やり方が違う。やり方が全然違う。酒飲んでとかないですね。それはないと思います。なんかお客様の勇気を得てっていうのは、でしょ、大変だったわけですね。うん、でそこで、でも足を洗うっていうのは、まあまあ、悪いことしてるわけじゃないか。そうですね。ちょっと世の中、やっぱ社会に出たいなっていうのは、はい、少し夜の世界から脱却を図り、はい、そして普通に就活をして、だからしかし4年の12月みたいな、みんなは進路を決めている中、一人酒を飲んでいる僕はいやちょっと焦りを感じまして、てか2年ぐらいしかやってない。1年、そうですね、1年は、まあ、半強ぐらいですね。1年半でそんなトップに上り詰めたんですね。すごいですね。早い人はでも本当3ヶ月とかの人、もう後輩とかでもそういう世界なんですね。そうなんです。僕は店2店舗行ってるんですけど、そうなんです。もう早い子はそれ特に地方だとよくあって、千葉とかだとよくあるんですけど、急に入ってきた子は2ヶ月目にすごい結構お金使ってくれるお客さんとかがいて、それでもうバンって使ってくれて1ヶ月で500とか500万とか、でもそれでもナンバーワンですよね。へえ、すごい。そんな世界ですね。まあじゃあそれだったら予備校業界よりいいかもしれないですね。上がとかないと。まあ確かに上がとかない。工場列的な。工場列じゃなくても入ってもスパーンって入ってから、ね、スパーンっていけるっていう世界じゃないですからね。いや、それは確かに、それはいいかもしれないですね。うん、世界でしたね。あ、でもそっか、見た目とかも大変ですもんね、いろいろ。まあ、オーラが一番。オーラが大事なんですね。オーラが大事。今ちょっとここにエフェクトで、キラキラって。ちょっとやってください、その編集。あ、ダメだ、勉強しなきゃ。あ、勉強しなきゃ。僕はトイックがあるんで、ダメです。そうなんです。あ、そうなんですね。ということで、まあでもちょっと社会に出ようと。うん、そう、自分のやりたいことをもう一度、まあ研究がちょっともう一度やっぱりやりたいもので、アカデミックの世界に戻りたいなっていうのはあったんですよね。なるほど。なんでそこでちょっと、方向転換というか。方向転換。でもあれですもんね、だって今はその後就職は決まった。就職は決まって、そうですね、なんで4年ストレートで卒業して4月からは新卒の SE として、ああなるほど、しっかり働いて、はい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 、という形を働いてました、ね、それでまあこれからそうですね、海外行くわけですね。そうですね、7月に海外に行くことになっているので、ベトナムに行くことになっているので、はい、まあ、その後はどうなるのかな、転々として、多分ベトナム、カナダ、日本、ベトナム、カナダ、日本、ああ、そうなんですね、ぐるぐる行くわけですね。じゃあ、英語はまあカナダだったら、もう必要ですよね、多分向こう側の、つまり海外のエンジェル投資家っていう、要はお金を出してくれる資本家の人とかに、プレゼントとかしなきゃいけない機会が絶対増えてくる、はい、そういう意味では、だからやっぱり、トーイックで。ある程度ビジネス英語、ね、まあ、素養みたいなのを身につける必要があるので、ニーズマックスですよね。なるほど。で、多分、まあ、そうキャラ的に一旦喋れるようになれば、かなりプレゼン上手くなりそうね。本当ですか。ちょっとそこはまだまだ。飲み会の席になってもうすごいですから、ね、盛り上げ方が信じられないぐらいのオーラがブワーってスーパーサイヤ人3になったかのような、いきなりブワーって出ますからね。飲み会プロなんで。すごいなと思って、あの技術半端ないなと思いましたもん、やっぱり。あれ、まあ、本当ですか。じゃあ森さん、また次回飲みに行きます。そうですね。その力またですね、見せてもらおうかな、どこかで。ただまあ、ね、これから勉強。これからはちょっと真面目に勉強。ベトナムでも、エンジニア的にやるの。次 AI エンジニアなんで。AI エンジニアですね。行動認識とか画像認識とか、すごいですね。頑張っていこうっていう感じで。すごいな。で、まあとりあえずベトナムまで密着して。で、その後まあベトナムでもですね、うまく。
こんな感じでやってますみたいなのを動画をもらえたらいいかなと思って、ね、なんかベトナムでなんかめっちゃ遊んでそう。いやいや、そんなことないです。そんなことないです。ベトナムでは真面目にもうクチクチって言ってるんで。なんだそれ。うるさい。やばい。こういうとこクチクチってなんじゃって出ちゃって。すいません。そうですね。そう、こんな感じでやってもらえばいいかなと思うので、はい、ぜひぜひ頑張っていってください。ありがとうございます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.